平野翔の魅力全開。ルイ・ヴィトンとのコラボで見せる新たな一面。こちらで大注目。ナンバーアンダーラインアイがアメリカ iTunes チ,チャートを席巻。2024年の元旦、新年の期待が高まる中でリリースされたデジタルシングル、Go! とは、まるでその名の通り、Greatest of All Time、史上最高を目指しているかのような勢いで、YouTube において3日間で1000万回再生を達成し、 ミュージックビデオ部門で世界一となるという劇的なデビューを果たしました。この驚異的な成功の背景には、滝沢社長の手腕と平野紫のカリスマ性がありました。しかし、その成功の陰に隠された驚愕の真実とは何だったのでしょうか。まず、この成功の鍵を握っていたのは、何よりも滝沢社長の非凡なマネジメント力です。滝沢は、 NHK や民放テレビ局の音楽番組への出演を次々と実現し、ナンンバーアンダーアダインアイを一躍スターダムに押し上げました。4月14日には、世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラにも登場し、その後すぐに強盗はアメリカの iTunes 総合チャートで10位、ヒップホップチャートで3位にランクインしました。これにより、ナンンバーアンダーアダインアイは早くも国際的な注目を集めることとなりました。さらに 平野の個人的な成功も見逃せませまんルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約やイヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーとしてのポジションを獲得し、その影響力はますます拡大しています。平野が身につけるヴィトンの新作はファンの間で瞬く間に売り切れとなり、その人気ぶりを裏付けています。滝沢の計画は、すでに人気のあった元ジャニーズメンバーをさらにブラッシュアップしてデビューさせるというものであり、 そのの計画は見事に成功を収めたのです一方で、戸辺所属のタレント全員が出演した、プー・ヒーローズ・戸辺ファースト・スーパー・ライブは、東京ドームで4日間連続開催され、延べ22万人の観客を動員しました。このイベントでは、ナンバー・アンダーライン・アイや北山博光、三宅健、さらには、IMP などが壮大な舞台に次々と登場し、観客からは歓声が絶えませんでした。 特に注目を集めたのは、新たにデビューした、ウィンクファーストの5人の少年たちです。彼らは青と白を基調とした衣装を身にまとい、11歳から13歳という若さでありながらも、その上踊りじしさがファンの心をつかみました。しかし、この若い少年たちのデビューには、賛否両論が巻き起こりました。多くの人々が、過去に報じられたジャニー喜多川氏の性加害問題を思い起こし、懸念を抱いたのです。 もちろん、滝沢がそのような暗部を引き継いでいるわけではなく、新たなアイドルのデビューに向けた一段階に過ぎませんが、世間に染み付いたイメージは簡単には拭えないものでした。滝沢はジャニー北川氏を第二の父のようにしたい、その教えを忠実に守りながらも、独自のアプローチを取り入れています。戸辺のイベントでは、旧ジャニーズでは見られなかった光景が広がり、女性バックダンサーが、 ナンバーアンダーライン愛と共にダンスを披露するシーンもありました。戸べのオーディション募集要項には男女の記載がなく、女性もチャレンジできるようになっています。今後、女性アイドルグループの登場も期待されます。滝沢の独自性がさらに明確に発揮されることは間違いありません。6月には、東京有明アリーナで IMP、ナンバーアンダーライン愛三宅県、 北山宏光が K14 公演を行う予定です。ここでもサプライズの発表があるかもしれません。滝沢は、英語圏でもフィットするネーミングが必要と語り、旧ジャニーズではなしえなかった世界進出を実現するために、新たなグループ名、ナンバーアンダーライン愛を徹底的に考案しました。元、キングプリンスの3人、平野翔、神宮寺勇太、ガン太は、 戸に移籍すす。ることで新たな夢を追いい求めています彼らは、トラビス・ジャパンがベイキャピトルレコズと契約し、メジャーデビューを果たしたことに強い懐墾の念を抱いていました。滝沢は、その悔しさを知り、彼らに新たなチャンスを提供するために尽力しました。ナンバー・アイの成功は、滝沢の手腕と彼のもとに集まった元ジャニーズメンバーたちの努力の結晶です。しかし、その成功の裏には、 多くの挑戦と試練がありましたこれからも滝沢とナンバーアンダーライン愛は新たなエンターテインメントの可能性を追求し続けることでしょう。戸部の未来にはさらなるサプライズと革新が待っているのです。彼らの歩みはこれからも私たちに驚きと感動を与え続けるに違いありません。そして滝沢のビジョンがどのように現実のものとなるのかその一端を見守り続けることが、 私たちファンにとっての楽しみでもあります滝沢が目指す新しいエンターテインメントの形、その未来像はどのようなものになるのでしょうか。これからも目が離せない、ナンバーアンダーラインアイと戸辺の活動に注目です。そして、彼らがどのようにして世界の舞台で輝きを放つのか、期待とともに見守りたいと思います。戸辺の未来を見据える上で、滝沢のビジョンは一貫して新しい挑戦と革新に満ちています。 例えば、彼が導入した新たなアイドル育成システムは、旧ジャニーズの伝統を引き継ぎつつも、より国際的で多様性に富んだアプローチを採用しています。特に、性別や国籍を問わず才能を見いだし、育成するという方針は、これまでの日本のアイドル業界にはなかった斬新な試みです。これにより、戸ベは国内外のファン層を広げ、よりグローバルな市場での成功を目指しています。また、 滝沢はデジタルメディアを最大限に活用し、ファンとの新しい形の交流を実現しています。例えば、SNS や YouTube などのプラットフォームを通じて、ファンとの双方向のコミュニケーションを重視し、リアルタイムでの情報発信を行っています。これにより、ファンはアイドルたちの日常や舞台裏の様子をより身近に感じることができ、より深いファンエンゲージメントを生み出しています。さらに、戸ベのアーティストたちは、 単に音楽やダンスだけでなく、俳優業やファッション、さらには社会貢献活動など、様々な分野で活躍の幅を広げています。特に平野翔は、ルイ・ヴィトンやイブ・サンローラン・ボテのアジアアンバサダーとしての活動を通じて、ファッションアイコンとしての地位を確立しています。これにより、ファンは彼の多彩な才能に触れる機会が増え、ますます魅了されることでしょう。このような多面的なアプローチは、 アイドル業界全体にも大きな影響を与えています。他の芸能事務所やアーティストたちも、トベの成功を手本にし、自らの活動に取り入れ始めています。これにより、日本のエンターテインメント業界全体が進化し、さらなる発展を遂げることが期待されます。しかし、トベの成功の裏には、さまざまな課題や困難が存在しています。例えば、 ジャニーズ事務所の性加害問題に関連するイメージの払拭や、厳しい競争市場での生き残りなどです。これらの問題に対して、滝沢は透明性の確保やコンプライアンスの徹底を図り、ファンや社会からの信頼を得るために努めています。また、新しい才能の発掘と育成にも力を入れ、常に新しい風を吹き込むことで、業界のトップを走り続けています。このように、戸辺の未来は明るく、 可能性に満ちています滝沢のビジョンとリーダーシップのもと、彼らはますます成長し、世界中のファンに感動と喜びを届けることでしょう。彼らの歩みを見守り続けることは、私たちにとっても大きな楽しみです。今後、戸辺がどのように進化し、どのような新しい挑戦に挑むのか、その一つ一つが私たちの期待を超えるものになるに違いありません。滝沢のビジョンが形となり、 彼らが新たなエンターテインメントの可能性を切り開いていく姿を、これからも見守っていきましょう。そして、その過程で生まれる物語や感動を、私たち一人一人が共有し、共に楽しむことができることを願っています。では、トベとナンバーアンダーライン愛に未来があるとしたら、どのような新しい展開が待っているのでしょうか。彼らが次に挑むプロジェクトや、世界の舞台での新たな挑戦は何か。 その答えは彼らのこれからの活動の中に隠されています。私たちファンとしては、その一つ一つを見逃さずに、彼らの成長と成功を応援し続けることが重要です。